味ごはんゲームス。サバイバルメソッドやらせます。オープニングからした感じ日本のゲームかな。簡単に言うと、日本版7 Days to Die ですね。日本版っていうことは、日本が舞台なの。そうです。三重のど田舎が舞台ですね。三重ってどこやねん。奈良の隣ですね。もっと、上の方かと思ってた。どうやら、ここの世界線の三重は島国みたいだね。三重以外全部沈没。ご期待ください。めっちゃやばいところに家建ってるやん。土砂崩れとかやばそう。誰かおるやん。主人公の妹ですね。ストーリーも、一応あるけどないようなものだから、別に気にしなくていいです。そろそろ、姉さんを起こさないと。姉さん、朝だよ。起きて。開幕、尻を見せつけてるのが主人公です。あと5分。ヘッドフォンの左から話しかけんな。気持ち悪い。早く起きないと、朝ごはん食べる時間なくなるよ。この後から、この主人公を操作して生活していきます。オープニングを見た限り、まだ世界は崩壊してないって感じだね。これなら生き残るのは、割と楽勝じゃないかな。もしかしたら、三重以外全部世界崩壊してるのかもね。独立国家三重誕生してた。朝ごはん食べたい。いただきます。うん、やっぱりミョウが作るご飯は最高に美味しい。そう。いつもありがとね。これでよしと。姉さん、今日の夕ご飯何だろう。唐揚げかな。あかんで、ちょっとね、もう来たってあかんで。もっと唐揚げするのすごいやつ持ってきて、もう金を持ってみやから。気をつけて学校行くんだよ。主人公は隣町の学校に行ってるので電車通学です。ホームに誰もいないとか超田舎やん。山上で爆発のようです。今の大爆発により停電が発生して電車が動かなくなってしまいました。山の中に発電所でもあんのか。すかさず妹に連絡します。わからない。多分学校行ってるから電源切ってんじゃないの。諦めて学校に向かいます。なんか後ろでヤバそうな動きしてる人がいますけど。第一村人発見ですね。隣町では、すでにゾンビが発生していたのか。そして、なぜか、店に助けを求めずに高速道路入り口にまで行っちゃう主人公。なぜそっちに逃げたし。来ないで。残念、主人公の冒険は、ここで終わってしまった。ちゃんと生きてるやん。なお、ここで2日間のんびり過ごした模様。頭が痛い。もう、2日も経ってる。家に帰らないと。ミオ。ミオがいない。学校にいるかもしれない。絶対いないでしょ、これ。ここから操作してもらいます。ゾンビと戦いながら、妹を探しに行くのかな。そうですね。まずは、武器を見つけて装備を整えてから、学校に行きましょう。包丁を見つけたな。これでなんとかできる。素手だと戦えないので、最低限装備できる武器って感じですかね。あとは、棚に入ってる食料を、全部根こそぎ持っていきます。根こそぎっていうか、ここ自分家だけどね。缶詰とかいっぱいあるな。全部もらっておこう。これ、重量制限とかいう概念ある。
そういうのはないので、好きに取ってもらっても大丈夫。ここ階段、上がれないんだけど。頑張って登ってください。こんなところに弓が立てかけてある。三重県民は、一家に、一つ、弓が家にあるよ。知らないの？知らんわ。そして、服を大量にゲットしちゃった。主人公の着替えれる服ですね。好きなものに着替えられますよ。さすがに、水着やパジャマで街中を徘徊するのもちょっとな。今は寒い時期だから、コートを着てる服装にしとこうか。これで準備は整った。学校へ行こう。学校に行く前に、もう、ちょっと装備を整える必要があります。なんか壊せそうな木箱があるよ。中身はアイテムが入ってます。あれ？二つ目の箱の中身消えちゃったんだけど。実は、このゲーム、アーリーアクセスなんです。バグも結構多めで、アイテムが埋まっちゃうことも、稀によくあるのです。そっか、未完成なんやな。それやったら、完成した後が楽しみや。まあ発売して、もう2年経とうとしてるんですけどね。ついでに言うと、レビューはほぼ不評です。まあけど、今でもアップデートは続いてるみたいだから、多少はマシになったと思う。昔は、ここのフェンスで、時空の狭間に閉じ込められたことが何度もあったから。そんなこと言われたら怖くて、フェンスに近づけんやん。そして、さっきから、人んちのものをいっぱいもらってるんだけどいいの。この世界には、もう、ほとんど人はいないから、好きにもらっていっていいよ。と言っても、食べ物ばっかりで、武器がないんだよな。ここ、めっちゃ眺めがいいな。ほんと小さな町って感じ。一応道をたどれば、別の町に行けるよ。とりあえずそれは後からかな。まずは町の散策からだ。その後学校。とりあえず、遠距離武器がないから、強力な武器、銃を手に入れましょう。まあこんだけクソ田舎だったら、猟銃を置いてある家があるかもしれないしな。もっと手っ取り早く手に入れる方法があるでしょ。生存者を襲うとか。拳銃を持ってる人を探せばいいんですよ。そう言われても拳銃持ってる人な。警察官とか。そうです。この町には交番があるので、頑張って探してください。いいけど、そういうところに限って、ゾンビがいっぱいいそうで怖い。大丈夫。ここは、クソ田舎なので、人が少ない分ゾンビも少なめです。目の前にパトカーと救急車発見。もしかしたら警棒でもあるかな。と思ったら、普通に拳銃落ちてた。しかも、ご丁寧に20発も置いててくれてる。こっちには空薬莢が落ちてるね。そっちは、クラフトで、普通の弾薬に作り変えることができます。救急車には、全部回復アイテムか、ありがたくいただいておこう。車には、バッテリーや工具なんかも積まれてあるからね。それは、クラフトする上で必要だからもらっといて。見て見て。ミックスバリューがあるよ。ゾンビものでスーパーに行くのは危険な行為だよ。まあ、食料以外にも何か手に入るかもしれないじゃん。焼き鳥屋で。ほら、隠れるようにいるじゃん。どうやら壁を貫通する能力をお持ちのようで。3発で倒せるんやな。でも、これヘッドショット存在してる。存在してないです。全身がヘッドショットです。2発当てたし、あとは包丁で倒してみよう。まああんまりやらない方がいいんだけどね。やろうぶっくらしゃー！嘘。敵に照準当ててんのに、全く当たらないんだけど。前まではちゃんと当たってたんだけど、アップデートで当たり、判定がおかしくなってしまいました。サバイバルゲーで、これってきつくない？な、さっきから、壁に、アクションボタンがいきなり出てくるんだよね。おそらく、壁の向こう側のアイテムが反応してるのか、それとも地面に埋まってるのかがあるんでしょう。斧を手に入れたね。それがあったら、木や石を採取することができます。近くを徘徊してたら、交番を見つけたで。警察ゾンビがやっぱりいるな。ゾンビに交番を襲撃されたんでしょう。武器を銃に切り替えて攻撃するで。でも防弾チョッキ着てるから。他のゾンビよりかは強そう。そんなことなかったわ。普通に同じだった。そういえば、この斧って威力強いのかな。当たれば一応一撃です。一撃だけど、絶対、こっちも一撃もらっちゃうから、あんまり良くないな。
中は警察の死体が一つあるだけ。こんな田舎の町に地下シェルターな家があるらしい。そしてバグってメモが閉じられなくなった。割とよくあります。そして小学校にやってきた。でここには生存者がいるので頑張ってくださいね。7大図的に言えばトレーラー的な人が、どちらかというと世紀末的な人たちが。まあそんな世界だし、そういうのがいてもおかしくはないわな。うわうわうわ、なんかミイラみたいなのが追いかけてくる。これが生存者ですね。と言っても他の生存者を襲ってくるやつですけど。なんかダメージ食らった。あいつらは近距離と遠距離武器を切り替えて攻撃してくるんでね。ちなみにショットガン持ってます。一発一発の威力が少なくて助かった。怖いなあ、あんなのがうろちょろしてんのかい。学校でショットガンの空薬莢しか落ちてない。ショットガンは自分で作るしかないようです。ここが妹の教室です。本来ならここで連れ去られるムービーが入るんですけど、バグってなんか流れません。うわ、教室全部に変な文字が書かれてる。さっき学校内を徘徊してた不審者がやったんでしょう。さて、学校に妹もいなかったし、これからどうしよう。ストーリーはこれで一応終わりみたいな感じがあるので、あとは適当に生きていくだけです。まあ続き流行るかわからんけど、アップデートがあったらまたやるかも。